トレーニングしたというふうにも聞いてるんですが。そうですね、まあ、トレーニングといっても、うん、体絞っただけで、はい、ボール使ってはいないんで、はい、それではメンバーの紹介いきましょう。ジュビロからです。ステンレジュビロ、ゴールキーパーは山本博正、去年は FMFC でプレーをしました。そしてミッドフィルダー川村貴弘、ディフェンダー鈴木秀人、大岩豪、山西貴弘、そして服部俊博選手、ここで入ってきました。さあ、それではアズリジャポーネのメンバーです。ゴールキーパーは前半と変わらず佐藤陽平、そして、岡野正幸、インサイドバック入ってるのかな、フォワード登録になってますけれども、岡野、そして中西英輔、打者としても、はい、でもそんな中でね、結構素晴らしいプレーしてましたね、土田さんもね。そうですね、ボレーシュート、北沢ボレー、キーちゃんマジですね。ジャイアンですもんね、ちゃんとジャイアンですよ。やっぱり小学校の時は実際ジャイアンだったらしいですよね、中西さんはね。だからもう出し手と受け手ではもう本当にいいコンビですもんね、はい、シュートった、決まった、いや決まりました、アズリジャポーネ。いや、前園選手ですか。それでだいぶ絞ったんですけど、また体戻ったって言いましたからね。はい、アズリジャポーネ4対1、ね、前園真希をやりました。前園選手はアトランタオリンピックマイアミの奇跡の立役者、うん、いや、いいシュートですね、これ。あ、岡野くんから、岡野からファーニー、やばい、やっぱり。おい、さあ、こちらはアズリ、さあ、決まるか、ちょっと、ゴールさん、ベンチがね、ベンチがね、ゴンさん、いやゴンさんらしい抜けですもんね、ここもね。そうですね、高原選手からのパスが良かったんですが、中央七海、このトラップ、そしてサイド山西、さあ見てあげな、クロス上がった、ファーに上がる、おー、七海バイスとシュートクロス、それでも走りっぱなしがね、面白いですよね。さあ高原、おっちゃ、中山に出る、A PK ですか。高原選手から、いやPK なんだ、これ面白いですね。なかなか吹けない感じのところで吹きましたね。これなんかゴンさんが走ってて行きそうな感じです。さあ七海、決めた、見事に決めました。七海が決めてステンデジュビロ2点目、4対2、2点差になりました。逆転するぞと七海さん言ってましたけれども、うん、2点差です。あ、すごいいいボール来ました。そうですね、まあ、その後見事にヒデさんからの来た球をスルーする形ですよね。カズさんのゴールにつながったと。ふるさとが米子なんですが、その鳥取県のガイナーレ鳥取でプレーすることが決まりました。七海から中山、開いてワンタッチで入れる奥、そして高原、もう一度ヘディングで戻してきた藤田、いやー、あった、おらい、さあ高原、高原、中山へホットラインヘディングシュート、また右に外れてしまった。いや、止まりましたけどね。そうですよね、ですけれども、わずかに右へ。得意な形ですけどね。そうですよね、際どいところでした。した順天堂大学から横浜 F マリノス、3位はガイナーレ鳥取でした。さあ高原、いや七海に落とされた、クロスはなったけれど、もう一度ここで七海浮かしてもシュート、いやー、中山、これはお見事、いやー素晴らしいですね、今ね、やりました、4対3、七海から中、これやっぱりね、長年こうやってるね、はい、この2人での、ね、タイミングですね。高原選手が起点になりまして、七海中山、このパスもすごいんですが、ここに動き出すタイミングっていうか、それがやっぱり中山らしいという、大村選手に代わって柱谷監督が自らピッチに立ちました。一番最終ラインに交代するためにボールが出てきたような感じでしたけども、今さあ17番をつけた桜井20っていうのを上げてる、この後ろ姿は奈良橋明さんですよ。そうですね、今奈良橋さんは持ち主を務めている SC 相模原で、はい、今日も初滑りということで、滑ってないですよ、何も言ってないから、何も言ってないです。番組ではかなり滑ってますけど、もう今日はもうピッチの上ではかなりやってくれる、かなり滑ってるって言わなくていいです。
あのサッカーの方もペナルティーが出した時に、あの今専修大学の監督やってる源平隆久さんが、はい、あの専修大学同期なんですよね、まあはいはい、清志も、うん、そのワッキー、そして田中も音が入りました。すいませんすいませんすいませんっていうのおかしいです。チャンスをね潰してしまって申し訳ないなと思ってます、はい、もう一度川村か、必死で、ま、守ってますね。チャッポーでもね、クロスが入る、いいボールだ、うお、トラップ、藤田シュートワッキーと軸足から離れてしまったような感じだったんですが、いやいや、いいチャンスをでも演出してくれましたここまでワッキー、脇田さんの動きはどうでしょうか。あ、そうですね、あのワッキーが試合に出てからずっと中田秀選手と喋ってたんであんま見てないんですけども、はい、ワッキー出てるんですか。一応今日は MVP を狙ってってことなんですけども、前線にはワッキー、そしてワッキーの向こう側、高台にはありません。ワッキー懸命に追っていくワッキー、ワッキー選手と走りましたいいですね、見せてくれます。芝刈りやりました、芝刈り機やりました見せ場を作りました。後半もアシストしています。さあ山西からのコース、高原落として、桜井がクリアしたのは柱谷、だいぶ疲れてきたんですかね。来ました、川村からクロスが入ってくる、どうだ、いや桜井さんですかね。そうですね、鉄さんがしっかりガードしましたね鉄さんおつなげないですからねさっきからそうですからねワッキーでしたね。ほら、また顔ですよ。もう嫌ですね、この顔芸。顔芸なんですよ、もう。今の場面なんですが。ひねりすぎですね。ひねりすぎですね。下の気になったんでしょうけれども。プレッシャーかけましたね。さあ、ここは藤田。おう、終わった。さあ、決めた。おっしゃ。いやいや見せました。いやこれでワッキー4対4同点、帰りの新幹線でベラベラ喋ると思いますよ4対4にバラエティ番組でもねこれぐらい見てもらえるとありがたいですよ、ね、あるよね本当に見事なプレーでした。見事ですね、はい、とりあえずアシスト1ですから、うん、同点ゴールのアシストですから、左に桜井、これチャンス、クロスが入る、いやー七宮その前、もう一度は来たか、おお藤田うまい、高原、桜井、オフサイドですね、胸トラップうまいですね、うまいですねそうですね、もう布監督にものすごいしごかれてましたからね。なるほどね、やばいですね、あー疲れてます、遊ばれ始めましたね今、戻りが44ロスタイムはありませんね、ロスタイムはありませんね、でももうちょっと見たいですね、見たいですね、桜井のドリブル、桜井のドリブル、桜井のドリブル、そして高原、元気なドリブルでした、そして左から山西クロス、うわ見せるな、ロスタイムに入っていました、勝ち越しゴール決めました、これは今日決まりましたね、ミスターレフティ、素晴らしい、いややりました、見事なボレーいやー胴上げです、そりゃこうなりますね、タイムアップ、そしてそのまま胴上げです、劇的なゴール、すごい、いやすごい、素晴らしいゴールでした、いや見事でした、やっぱあれ決めるところがちょっとスターですね、そうですね、チームで、そして後半、さあこの山西からのクロスだったんですが、これです、見事なボレーシュート、左足が炸裂しました、山西からここです、七宮、見事でした、いやー本当に劇的な幕切れでもありました、5対4、本人が言った通りに逆転して、まあ3点のビハインドが一時はあったんですけれども、このあといろいろセレモニーがありますので、森島さん、それから土田さん、はい、ちょっとあの
ここも放送席にはいられないということなので、はい、いや本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。